こんばんは、ラジオです。わ、有名人だ。え、もしかして私有名人？調子のんなって人はいいね、高評価お願いします。いや、これさ、誰も気づいてくんな、あ、だからダメも気づいてくれないと思ったらさ、ツイッターでなんか新次鈴鹿ちゃんのなんか動画載せてる人が蒲池由紀奈って一人だけ書いてあったんだけど、誰も5チャンネルに書かれたの。私何それ、私5チャンネル見ないから分かんない、好きじゃないです5チャンネルみたいなやつ。なんかそう、だからさ、寂しいしさ、なんか面白い、自分が映ってるの面白すぎるからさ、ちょっとみんなに自慢しちゃおうと思って。じゃあいいんちゃう、じゃあそれの経緯をいろいろ話したくて、あの、じゃあ30代はみんながちゃんと見てないけん、いや、その経緯を話したくてちょっと早めに話そうと思って。そう、なんかね、そう、私なんか有楽町、なんか有楽町、違う、30代はあれはただ単にどっかのエピソードみたいなやつ、なんか知らん人のエピソードで、なんかじゃなくて、そんなことはどうでもよくて、なんかその銀座にダイソーがあるんですね。なんか銀座にダイソーがあって、ダイソーがやってるなんかフランフランに似た感じの、ちょっとね、自分で載せるの恥ずかしくなってさ、消したんですツイートは。あのなんかダイソー、そう、銀座っていうとさ、なんかさ、高級そうじゃん。だけどダイソーがあって、でそのダイソーの中がや、ダイソーがやってるなんかおしゃれな、なんか300均みたいなやつがあるんですよ。でそこに行ってみたくて。違うんですよ、ダイソーに行きたいとかじゃなくて、なんかスリーピーっていうのと、なんとかなんちゃらみたいな、なんかスリコではなくて、なんかダイソー、スリコはまたダイソーとは別じゃないですか。ダイソーがなんかの、なんか女の子バージョンみたいな、なんかお店があって、そこに行ってみたくて、そう、日曜日にね、なんかダイソーの300均バージョン、なんかね、おしゃれ、全く違う店なの。ダイソーの、ダイソーが出してるなんか違うブランドみたいな感じ。そうそう、なんかね、そうで、それに行きたくて、あ、ね、そう、14日ですよね、14日にね、そう、そう行きたくて、ギシギシしとる、え、なんかそう、それで行ってたら、なんか声かけられて、私ってね、才能があって、なんか特技というか自慢になるかどうかわからないんですけど、あの本当に、あの誰に、なんか知らん、あ、違う、今のパックを化粧水、お風呂上がりで化粧水とか塗ってて、あの知らない人に声をかけられるっていう才能があるんですよ。すごい、道案内とか外国人の人にも、めっちゃ、別に私ずっとニコニコしてるわけでもないのに、インタビュー初めてされたよ。なんか、え、違うんです、なんか本当に昔から、なんか本当にそこら辺のおばちゃんとかおじちゃんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか外国人の人とか、この間はなんか駅でマジで外国人、なんか普通に携帯を見てたんです。携帯見てたら前からなんか歩いてきてる人がいて、それでパッて見たら、その外国人のお父さんとベビーカーに乗ってる赤ちゃんだったんですけど、ベビーカー乗ってる赤ちゃんが私に向かってめっちゃ手振ってきてて、えっと思って、うちも超手振り返したんですけど、あのそのなんかナンパとかじゃなくて、あの道案内とか、そうそう、赤ちゃんにね、爆裂した。え、でもね、本当に、でも別にアイドルになったからとか関係なく、もうずっと昔の、だから今も別にね、なんか美人とかというわけじゃなくて、けどその昔の超やばい時期時でも、誰からでも話しかけられやすくて、そうだから私も今回話しかけた時に、そのカメラマンいなかったんですよ最初。なんかそのお姉さん、インタビューのお姉さんに話しかけられて、道聞かれるんかなみたいな感じで、はいって
あ、はいみたいな、だからなんかインタビューさんでなんか なんかなんとかなんとかなんですけどみたいな言われたな、なんかなんかなんとかなんとかなんとかなんですけど、全然テレビ番組の名前とかも知らずとか、いろんなテレビのとこ出すぎてよくわかんないんですけど、なんかで、はぁってなって、でインタビュー答えてくれませんかって言われて、私断ろうと思ったんですよ。だからあ、いや、あ、あの、えのみたいな、あの、えの、あ、あ、えのは違うな、あ、あ、すいません、いや、大丈夫で、最初大丈夫ですって言ったの、私大丈夫ですみたいな、たら、なんかいや、あの、みたいな、今こういうこういうなんか話があって、そのなんか帰省とかされてきに、こう親御さんとかになんかこういう経験ありますかって聞かれて、なんかその彼氏はいるの、いつ結婚するのとか言われたりするのかなみたいな、なんか調査をしててみたいな、でありますかとか言われて、全然これなんかカメラがまだ来てないで、それで、あーでもありますね、こういうなんかこんなことありましたってそのお姉さんに世間話をしたんですよ。そしたら、あ、そのエピソードそのままカメラに言ってください言われて、なんかああみたいなでそのまま断ろうと思ってたのに、ちょっとお姉さんに話したら、そのままカメラに言ってくださいみたいななって、そう逃げれなかった。で、テイク2っていうか、まあカメラの前だったらテイク1だけど、そう。僕らからもピッピいるのに聞かれるの嫌だったりします。別に嫌じゃないですけど、嫌じゃないですけど、アイドル。何アイドルやりゃええやんアイドルはやらんけど、もしかしたらなんかまあみんなにちょっとアイドルはやんないけど会える機会があるかもしんないよって匂わせしとこうかな。終わり、匂わせ終了。皆さん聞かれたりします？あんたはいつ結婚すんのって。え、千代太陽とかじゃないよ、あれはルールを守らないファンの人が悪い。うん、そう思う、私も匂え37件めちゃめちゃ言われ、アイドル卒業して、そう、いつだっけな、これ春休み、今年の春休みとかに、マジで春休みかな、なんかお母さんに普通にあの彼氏いんのみたいな言われて、いや別にいないんですけど、なんかその春休み、そう別にいないけど、いなかったらどうすんあんたみたいな言われるじゃないですか、わかります？いなかったらいなかったで、なんかどうすんって、なんか大丈夫なのそんなんでみたいな、そろそろできた方がええん、作った方がええんじゃねえんとか言われるじゃないですか。そうだし、もしじゃあいるよって言ったら、どんな人、どこで出会った、どこの人なんって言われるじゃないですか。だからいてもいなくても言わないよってお母さんに言っといたら、もうブチブチ切られましたあ、お母さんのもそうもう別れたって言った時、オランダに別れたって言う。さっきの匂わせは詳しく、だから匂わせを詳しく言ったら匂わせじゃなくなるからやめた方がいい。アンテナショップ行ってないよ。私はだから銀座のダイソーの300均バージョンに行きたくて行っただけです。で、のついでになんか有楽町になんかの有楽町のなんか駅にパン屋さんがあるんですよ。なんか
トリュフミニみたいな、それが気になったから見に行こうと思って見に行ったりうろちょろしてました。くんかくんか、匂え匂え、くせーのあ、そう、めっちゃ並んでるところ、300円ショップ買った買った、名前間違えてたわ、教えてちょ、何の名前、クシェクシェ、劇場行って、え、いいじゃん、え、なおさん今日お誕生日な、待って待って、お誕生日マジ、めっちゃタイミング天才じゃない、私だとしたら、そんな惚れないでって、タイミング天才だからってゆうのなゆちゃんさん結構ありがとう、そんなタイミングよくさ、平日普段やんない、そんな惚れないでよ、困っちゃうって、モテちゃって、ごめんなさい、ふざけました、すいません、反省してます。お誕生日おめでとうございます、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディアナンさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう、おめでとうございます、はい、みんなおめでとう言って、おめでとう、レッツゴー、おめでとう、いいね、めでたいね、何歳になったの、何歳になったのだ、あきひろさん、バラありがとう、おめでとう、いいね、めでたいね、私もね、誕生日まであと5ヶ月ぐらい、ケンさん結婚してありがとう、すぐですよ、社会人1ヶ月早いもんね、そう、1月22、え、なんかね、なんだっけ、そう、会社の先輩となんか話してたんですよ、で、なんか何の話したんだっけ、なんか私がその誕生日がなんかアイドルいっぱい誕生日いるんですよみたいな、いくちゃんとかなんかいっぱいいてみたいな、田所さんハートありがとう、ありがとうございます、そうで、でしたら、で、え、いつみたいな、で、1月22ですって言ったら、先輩が、え、私1月23みたいな、うわーってなりました、この間カウントダウン始めよう、みんな、あと何日、あと何日ですか、誕生日まで、え、1日ずれて、でもさ、そう1日ずれでもすごくない、だってと同じ会社ですよ、同じ会社でいつも一緒にさお仕事してる先輩が、ジョニーさん、クマちゃんありがとう、今クマポーズしてるけど見えないですよね旧正月の元日ですよ、そうなの、めでてぃじゃないの、めでてぃですね、始まりは今度バースデースだ、運命感じませんでした君に重力心配後ろなくても確かに今僕らは一つになる、ニュースにしてたから普通に可愛いんだな、どういうことやねん、どういうこっちゃねん、何、ブッフォーがあった、ブッフォー飛ばしてた、どこ、ブッフォー、待って、トムさんが尊いくれとった、もっ
ッチーさんもなんか花火くれとった。めちゃ見逃しとった。仏法どこ？あ、ほんまや、仏法あった。ありがとう仏法。まあ、なさ不発に終わったってなんかにおわせなくて、読まれてないよんってひねくれんと言ってくれたらいいのに。先輩生誕祭やろう。先輩生誕祭めっちゃね、めっちゃ先輩かわいいの。めっちゃ先輩かわいくていつもかわいいなと思いながら、かわいいなって思ってます。始まりはこう。よいしょよいしょ。女の先輩、女の先輩、新曲口ずさんでモデルやん。え、どこどこどこ。でこれさ、はじめまあ、こんなでいいん？こんかって聞こえるんやけどさ、なんて言ってるんあれ、歌詞。始まりはこん、なんかこんなで合ってる？始まりはこんなファーストですね、突然だけど初めまして、お疲れ様です、お疲れ様です。なんかね、分からんのよなんて言っとるか。うちシェキラ見たい。シェキラで、皆さん何してたの？お盆。これ前も聞いた気がする。お代理さん、ウルトラマン舞台決まりました。ガチですか？おたかつしてた。確かにおたかつしてたね。私やっとね、やっとたまちゃんが、たまちゃんがやっと顔と名前一致した。今はただし出題の稽古、失敗と成功だけ。帰省に関するインタビューを受けて、あれってお盆なんか、私さお盆がいつか分かってなくて、そうお盆分かんない。お盆、あいいね、合格祈願。楽天カードマン、私もさ帰りたかったんですよ。帰りたかったんですが、に押し。ルルルルル。そう、帰ったら親に彼氏できたか聞かれちゃう。そうなんだよ。疲れちゃう、困っちゃうね。シェキラはねダンスビやるだよ。でこだってね、なりにはでこ。正直今は仕事が恋人なわけないですよ。今はね正直ね、推しが恋人です。くれる人、気にそうだったね。シキラ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 、奇跡的だ。両親感謝しかない。でもマジありがとう。ユキナの推しってミユコとカリンに、うん、ミユコとカリンはなんか推しっていうか、なんか私が家政婦な気分。お休み、お休みなんてあったんですか？え、親バレまだしてない。なんか保護者って感じかな。なんか夏休みはあん別ないですよ。なんかおまとまった夏休みみたいな10連休とかの人いるけど、
かちゃんさんありがとう。はやと反応別によ、まあ大丈夫っしょ大丈夫大丈夫。まあでもちょっと休みましたけどね、ちょっと休んだりしたけど。振り袖のシールって何ですか。ああうまくいきましたよ。シアさん線香花火ありがとう。え、マジでアスかわいいな。アスかわよ。え、墓参り行きたかったです。お墓参り、私いつ5月ぐらいに私の大好きなおばあちゃん亡くなっちゃったんですよ。もう超大好きなおばあちゃん亡くなっちゃったんですけど、帰れませんでしたね。爆裂もあったずるい。そう、そうなんです。匂わせの、あー匂わせの話ね。私もね早めに言いたいんですけどって感じかなそう、でもそのおばあちゃんに買った時はほんとゴールデンウィークの時で、私がゴールデンウィーク早めに切り上げて もう帰ろうと思ってた。もう本当はまずおばあちゃんと遊ぶ予定とか、おばあちゃん家におばあちゃん、そう遊ぶ予定だったんですけど、おばあちゃんがもう体調をね崩しちゃって入院になっちゃって、おばあちゃんに会えないんだ、コロナだから病院も行けないからさ、なっちゃって、で、あーやばいやばいってなってたんですけど、まあその帰る前にね、そのまま、まあ、会社ちょっと休んじゃったけど、そうお葬式出れて、そうって感じだったんですよ。そう、そうショック、だいぶ寂しいですね。たまにね、私ね、おばあちゃんねにね、私がね一番出会ってたと思うんです、孫の中で孫だからね、たまーにかけてたからね、寂しいですね。大きいばあはねもうだいぶ前に亡くなってる、ちっちゃいばあちゃんです。そうそうなんです。でも全然元気ですから安心してください。トングーた、あトングーいいね、トングー食べたいな。そう、きびだんごはね、マスカットきびだんごは邪道だと思ってます。私は松ぼっくりさんハートありがとう。新橋、サラリーマンの街新橋でしょ。いや、ゆきなちゃんもさすがに何月だと思ってんですか。8月ですよ。プール行った時の水着の写真いっぱいありますよ。載せるとは言ってませんが、いっぱいありますよ。で、載せるとは言ってないですから。でもごめんけど、なんかみんなが、まあ、期待してないと思うんですけど、期待してるような、なんかそんな、なんかセクシーな写真は一枚もないです。なんかセクシーな写真はないですね。載せなきゃ意味ない。確かにどこにも載せてない。
ちゃんの水着のは知らん知らん。すくみずじゃないあマイナス A カップでいいんじゃない。じゃあマイナス A カップってことにしとこうおし、でもさ、なんかさ、例えばじゃあオシリンとキノちゃんとかとスリーショットいっぱい撮ってるけど、オシリンとキノちゃんのお顔を隠したらそれはそれでさセクシーじゃないですか。そのお水着だけをお目にかかっちゃうからさ、それはそれでセクシーじゃないですか。めっちゃセクシーじゃない、もうもうね。あもうね、どっちもナイスバーデーだよ。確かに全部隠した方がいいね。ちょっと今面白いあれがありました。対馬と合成してなさい。確かに。でもね皆さんあれですよ、あのさ、私がこんなキャラだし別に嫌って言ってないからいいですけど、そのそれに調子乗ってあんまりね、あのいじらない方がいいと思いますよ、今後のために。なんかいやユッキーナはまあなんとかだもんなとかで言うじゃないですか。言わないけど言うじゃないですか皆さんね。本当に良くないですよって。そうですよそうですよ、セクハラですよ。私はまあ怒ってないんで、別に怒ってないんですけど、そう、それを言えるのも友達さんで好き。マジ私も好きだぞ、イエーイもう反省誰もしとらんやん。まあよくないですからね。結婚やな、かほちゃんと結婚か、ちょっと迷うわというか、いやかまきさんともなんか親しき中にも礼儀ありって言うじゃないの、言うじゃないのそうです、そうです、平野とか言ってさ、本当ですよ本当ね、その平野とか山脈でそういう風に言えば言ってもいいんじゃないかっていう考え方をね、皆さんね、あのそうやめた方がいいと思います。そうのもし推しに対してなんかこっそりさ、例えばチームメイトはさ県代表があるからさ、なん岡山平野岡山山脈とか、いやマジでやめといた方がいいと思いますよ。嫌われますよ推しに私は嫌ってないからいいんですけど、今後のためにね、みんなの今後のために教えてあげる。あほらその日々高原ぐらいはとか、ほらそういうのももうフフフ、私は気にしてないですけども、そうじゃあもうはい、こういう話は終わりにしよう。だからその方がね、みんなが気持ちよくね見れるから、そうそう面白くないしね、そうなんですよ、面白い話をねした方がいいんですよ絶対。そう、そう、それに対してどう返しようもないですからね、そうアイドルさんたちって。だから推しに言わない方がいいよっていうそうで、何の話してたっけ、私忘れちゃった。だからみんなは今日も可愛いね、今日も可愛いね、今日も大好きだよって推しに言ってればって、ちゃんと気持ち込めてですよ、気持ち込めて、もうそうすればもう最高なわけですニュアンスの詳細はちょっと私ちょっと分かんない
ね、もう時間だ。シンデレラだから私。え？シンデレラだからお時間です。もう好きって言ってくれるのはめちゃめちゃ嬉しいですよ。匂わせは告知いつかする。そう、でも近々近々どんく近々ってどれくらい言うか分かんないけど、割と近々、ほん割と近々です。分かんない。まあそんなもん、そんなもんで、こんなもんで終わりたいと思います。シンデレラなので。ノイミーツアーね、ノイミーツアー楽しみ。私これ私もノイミーツアー楽しみだな。カリキヤークのシンデレラ。にじまさんの武道館申し込んでないんだよ。私申し込めてないの、忙しくて。そのあたり、うーん、カナビー。いや本当になんかお金は正直カツカツですよ、オタ活してると。けどでもオタ活ってカツカツでも推しがなんか楽しさをくれるじゃないですか、幸せをくれるじゃないですか、ハッピーをくれるじゃないですか、うん、もうそれだけで、そう、もうカツカツでもいいやって、カツカツでも行きたいって。社会人1年目ってさ厳しいけど、そうそうなんです。でもプライベートも楽しみたいんじゃないですか。美味しいカフェ行ったり、美味しいご飯食べたり、なんか友達と遊んだりとかもしたいんですけどね。私もその対象やったんでやばいね。てかまず私喋り始めちゃう、本当に。でも若いうちはもう貯金はいいやって思いました。カフェは行ってないけどこれから行く予定なの。そう、若いうちはちょ、今は、昔はね貯金大好きだったんですけど、なんか体が最近重くなっちゃって、本当に重くなっちゃって動けなくなっちゃうんですよ。もうだから多分外に出れなくなっちゃうわけ、うん、あ体重い、外出れないってなるから、若くてまだ外に出れる気力があるうちに、なんかお金とか使っていろいろ遊びに行ったりとかした方がいいんだろうなって思って。だって動けなくなってから貯金すればいいじゃんと思って。昔はもっとねそんな考え方じゃなかったんですけど、そう、そうし、新卒は難しい、を貯めるの。そう、新卒はねお金が貯められません。そう、ってことでね、業務スーパーめっちゃ行きますよ私。まあてなこんなでランキングをやみたいと思います。はい、あら INI から LINE が来ました。いきまーす。13位、ジャガちゃんの里。ジャガちゃんの里ってさ知ってるで、うち海のファンじゃ。ありがとうございます。12位りょうたくん、ありがとうございます。11位チュンチュンさん、おちりおんし、ありがとうございます。10位福田さん、ありがとうございます。9位たよなるずさん、次のインタビュー楽しみにしてます。じゃあゆうは何しに日本へ話しかけられに行ってきます。8位からげたぽぽさん、ありがとうございます。7位ごめん先生さん、お仕事中頑張ってください、ありがとうございます。6位ひろきさん、ありがとうございます。5位ひらがなキャスターさん、ありがとうございます。4位かっちゃんさん、ありがとうございます。3位田所さん、ありがとうございます。2位松ぼっくりさん、昔 TVK のアイドル番組のエクイズ打ったこと、有名人じゃん、ありがとうございます。そして1位はジョニーさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ということで皆さんまたね、バイバイ。
バイバイ、またね。今週末は配信できないと思うので、またね。バイバイ。